こんにちは、ホースギャラリーチモシーの鈴木と申します。去年の11月に、馬の雑貨、ファッション、玩具のお店として、お店をオープンさせました。目的は、皆さんに、馬の良さを知っていただきたいということと、それから馬のやってる人の、道具を専門に売りたいなと思って、始めました。たまたま震災の時に乗馬クラブもやってまして、その時に震災を受けまして、ちょうどうちで馬が41頭いまして39頭亡くなりました。それでなんとか2頭が助かってもらって、そのいろいろ乗馬クラブの後片付けとかでちょっとお店を休みましたんで、ようやくこうやってお店を開店することができました。これからも、その残った馬の2頭のためにも、亡くなった馬もいますけども、頑張って、お店をやっていきたいと思います。皆さん気軽に、馬のこと何でも分かってると思うんで、気軽にお話をしていただければ、アドバイスできると思います。ぜひご来店お待ちしてます。よろしくお願いします。